も優雅でございます。今日はですね、今更ではあるかもしれないんですけども、 S の監督解説の方をしていきたいと思います。まあっていうのも、このね、ヤコバッチ監督、今出てる西 F1ST ができる監督なんですけども、この監督の解説もしたいんですけども、この前に、まあS ノーとの比較とかもしていきたいっていう中で、 S ノーのまず解説動画自分出してないじゃないかというところで、今日はまずやっていきたいと思います。で、このね、 S ノー監督なんですけども、以前ですね、つい2週間前ぐらいかな、激坂さんの、チャンネルの方にお邪魔させていただいた時に、マヤゲカさんに教えていただいた直伝でございます。で、基本的にマヤゲカさんの教えてもらったことをベースに考えながら試合をね、やったりとかしていたんですけど、マヤゲカさんはね、ここのね、二人 CMF のところオムフとかにしてたりします。はい。まあ、基本的なコンセプトとかはもうマヤゲカさん流にしております。マヤゲカさんから動画の許可は得ております。ぜひ動画にしちゃってくださいっていうことでした。ありがとうございます、マヤゲカの兄貴。ということで、今日はやっていきたいんですけども、まず S の監督のね、細かいね、監督の戦術情報、おさらいの方していきたいと思います。ポゼッション、ロングパス、中央フォーメーション、リトリート、サイド、セーフティー。まあ、僕普段ね、オフェンシブ戦術の方を使っております。まあ、ディフェンシブの方は、ディフェンスラインが1個下がって、コンパクトネスが1個上がって、サポート距離が1個上がるというところで、まあ、ディフェンシブの方が、まあ、多少、いいのかなとは思ってます。コンセプト的には。ディフェンシブの方がサポート距離遠めで、ディフェンスラインも、まあ、ちょっと1個下がるけど、コンパクトネスが1個上がる分、まあ、ギュッとしてくれるイメージになるのかなと思いますので、まあ、今日はこのディフェンシブの方を使って試合の方に行けたらなと思います。はい、ということでコンセプトの方なんですけども、プレイレバー制限とかは、できればつけたいんですけども、この後ちょっと話したいと思います。まずね、サイドバックディフェンシブです。で、これ、守備的サイドバックの時はディフェンシブ必要ないと思います。まあ、今週で言うと、リュカ・エルナンデスとかね、左サイドバック。あとはまあ、有名どころだとワンビサカだとか。をサイドバックで使うときは、プレイリアバ制限をこの真ん中の ST のところにつけてあげてください。まあ、僕の場合は二人ともね、普通のサイドバックなんで上がってきちゃうのでディフェンシブをつけます。で、カウンターターゲットを両方の CF につけてあげてください。ということで、もうこれだけですね、コンセプトは。で、狙いはなんですけども、まあ、前前線あったときとかにこの CF の斜めのラインブレイクといいますか、斜めに入ってくる動き出し。まあ、あとは、ポルランとかにボールが当たったとき、に相手の CB が釣り出されるので、例えばベティアシでこっちの CB がちょっと釣り出されたら、まあこっちで言うと相手の左サイドバックなんで、まあルンメニゲがセネシついてますよね。ここのキャンベルとベティアシレの間のここら辺に三角パスを出すと、セネシの前でルンメニゲがボール持って、まあ、このまま、シュートまで行かれちゃうっていうケースがあるので、まあそういうところを逆についていく、狙って、攻撃するのがとても強いです。このコンセプトというか、このね、初期位置、この布陣。はい。ということで、試合の方をね、見ていただいて、まぁ、ちょっと解説ね、していければなと思います。はい。ということで、ね、試合開始の最初の方がね、ちょっとフリップ取れてなかったんですけど、非常にいい試合が取れましたので、今日ちょっと解説していきたいなと思います。まぁ、いつも通りね、僕を、こうやってね、ここがこうだぞと。僕を動かしながら、わかりやすく少しでも解説できたら、いいなと思います。よろしくお願いします。まあ、まずね、ビデオクリップ撮ってあるんで、まあ、こう、そうじゃないところを早送りしながら、攻撃面と守備面のところ、いいところあったら止めて、解説の方をしていきます。よろしくお願いします。今日ね、この動画、公開 OK を出してくれたマヤゲカさんのチャンネル、概要欄貼ってありますので、まあ、僕のチャンネル見てる人は多分ほとんどの人知ってると思うんですけど、もしまだ知らないよって方は、ね、レジェンド、マヤゲカさんですので、ぜひね、まやかさんのチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい。まあ、試合の方を見ていって、まあ、結構この辺のサイドでボール持ったりとかはね、僕の得意なところなので、結構どの監督使ってもこうやってやっちゃいます。まあ、最後見せましたけど。はい。まあ、やっぱ一番は守備のところですかね。まあ、この辺、相手のゴールキックからスタートを見ていきたいなと思うんですけども、はい。まあ、まずここキャンベルね、競り勝てるんですけど、これね。まあ、ここで奪われちゃった時ね、もうキャンベルがこう一個前出ちゃってる。で、あとは、アンカーのマルキーニョスここ。あと下のレーダー見てもらうのがわかるんですけど、ベティアシで結構後ろいるんですよね。ここら辺にいます。ここ。います。ってなるともう一気にラインが崩れます。ここで。で、ここのスペースも開くよね。でもここ、もうどうしようもない。まあ、だからんで、あの辺の奪われ方っていうのは S の方は本当に大事にしないと一気にカウンター食らいます。で、あそこのバイタルのところ開くんで縦パスも簡単に入れられやすいので、本当に気をつけたい
ところになるのかなと思います。まあ、コーナーキックの守備とかはね、本当にいいのかなと思います。で、まあ、こう、セットしちゃえばね、リトリートセーフティーなんで、ある程度守れるんですけど、カウンター食らうときが、やっぱり一番ね、間延びするというか、中盤が空くので、ガラ空きになりやすいので、この辺気をつけながら、見ていければと思います。はい。ストップ。ここ縦パス ST のところ、ムバッペ ST で出してるんですけど、入れると、こう上見てください。このメッシがね、こう斜めに、こうじゃないんですよ。こっち縦に走るんじゃなくて、斜めに入ってきてくれるんですよね、これ。で、これ何ができるかっていうと、プジョルの前にちょっと三角で出したりすると、プジョルの前でメッシがトラップしてそのままゴールまで行けるみたいなイメージです。はい。ここね。まあ、これちょっとパスムバッペずれちゃったんですけど、イメージもこれでムバッペの前で、あ、ムバッペの前で、プジョルの前で今のメッシがトラップできたら、行ってんです、ここ。この、相手の95番、センバと、プジョルの間をトラップでぶち抜ければ、1点。まあ、これでこの後成功例みたいな形も出てくるので、そこら辺もね、しっかり解説できればなと思います。で、この辺のボール奪われた後の守備ですね。下のレーダー見てもらうとわかるんですけども、はい。まあ、マルキーニョスがね、ここまで出ちゃってるので、そうなるとね、もうゴレツカと、ネドベドしかいない。まあ、そうなると、このど真ん中の部分ですね。ここのスペースが埋めれないので、できれば逆サイドのサイドバックを持っていきたいとか。あとはこの下のレーダー見てもらったらわかるんですけど、一番下の左サイドバックの選手、これ、いる意味ないですよね、ここに。なんで、こう、ゴレツカから左サイドバックの選手にカーソル当てて、グイッと、左サイドバックの選手をボランチの位置までグイッと持ってくると、相手のスペース埋めれるかなっていうところですね。まあ、これ自分で、僕の場合今自分でゴレツカでここスペース、真ん中埋めましたけども、まあ、本当に余裕があれば、この左サイドバック、ここね、必要ないので、この下のレーダー見てもらって、あんまいる意味ないので、ここをね、もっとこの辺まで持っていきたいなっていうところですかね。うん。やっぱりそうだね。ここまで持ってかれちゃうんで、もっとね、意識して、僕自身も今この動画を撮りながら、意識したい部分だなと思いました。はい。まあ、この辺の攻撃は特にね、あれかな。うん、特に。あ、ちょ、この辺で1点入るんで、得点シーンだけはね、飛ばさずに行きましょう。まあ、これ、シューキャンで、うん、うまく入れ替わってくれました。まあ、この後すぐ失点するんだよね、確かに。すぐでもなかった。はい。まあ、この辺ですね。今のこの守備もそうなんですけど、ちょっと前からね、こう、相手がここ、ビルドアップしてます。はい、マルキーニョスでアンカーでね、こうするんですけど、中盤、CMF、ゴレツカがここにいて、ネドベドがここ。ってなるともう、後ろ4枚と、マルキーニョスだけで守んなきゃいけないんですね。後ろ4枚いるよりも、やっぱこのマルキーニョスは、ここのバイタルエリアをどうしてもやっぱりスペース消したいと、いうところですね。で、僕が取った行動は、まずネドベドをこうやってね、プレスバック頑張ってさせようとするんですけど、間に合わない。これですね。もうサイドは捨ててください。セネシを中に絞らせる。で、本当のこれね、一番ね、多分本当にいいのは、もうちょい戻ると、このね、ここに当てられた時点で、僕この後ネドベドにやりますけども、これね、ゲージ多分ね、サイドバックに行ってるんですよね、僕は。サイドバックにカーソル当てたかったんですよね。で、サイドバックで、この中の、ボランチのマルキーニョスが出たスペースを絞って埋めに行く。それができるとかなり、この縦パス消せたんですよ。相手のここのね。で、これ今からここ縦パスありますよね。ここを、この、ベティアシェルじゃなくて左サイドバックで絞って、守備をしたい。これができるとかなり、素晴らしい守備になります。はい。ぜひ、皆さんね、この中盤間延びする監督とか、特にこのサイドバック絞らせるっていう作業がかなり大事になってきますし、まあ、これさえできれば、いい守備ができるので、逆にね、この S の監督で言えば 3CF、前の攻撃が強いので、いい攻撃につなげられるというところで、皆さんぜひ、この守備は、本当にしつこいようですけども、参考にしていただければなと思います。はい。でね、前半はね、結構、どうだろうな、後半の方がね、結構いいシーンがあったんですけど、まぁ、ちょっとこれ失点シーン振り返りましょう。はい、これも謎だろ。これね、ちょっとね、どうなんだろうな。まあ、このベティアシレを四角プレスで出しちゃったのが悪いんで、うん、この辺かな、反省点は。ただこれちょっと、いや、守れてたな、みたいなところあるんですけど、ね。はい。まあ、基本的にセンターバックは出さずに、ボランチとサイドバックでやっぱりああいうところは行きたいですね。はい。
まあ、前半はこんな感じで後半の方行きたいと思います。で、早速かな、点にはならなかったけどいいシーンがあったのかな、これ。はい、まあこれはちょっと惜しい、まあ、これは結構どの監督でもねやるような攻撃スタイルなのかな。真ん中をねワンツーとかで体の向きだけでやっていくと思います。うん、この辺の攻撃も特に、ごちゃごちゃやなこの話。でもこの S の監督ね、本当にね勝率上がりました。僕今 77.3 ぐらいだったのがね、ここ最近で 77.8 ぐらいまで上がった、 0.5% ぐらい上がったんで、個人的には結構なんかね、ハマんない時はねすごいハマんないんですよ。まあ、この人相手に S、 この S の全然ハマんねえなみたいな時あるんですけど、まあ安定して勝てるようにはなってるのかなっていう印象はあります。でこの対戦相手の方もかなり強い方です、マジで。この辺の守備、この辺のバイタルのところですよね、やっぱり。この辺がコンパクトじゃないので、ここね。やられちゃうんですよね、ボランチのところ。だからもう、ちょっとね、無理してキャンベルをこう動かしてるんですけど、本当だったらネドベドとかを絞らせる守備が一番いいです。とにかくやっぱ絞らせるっていう作業が大事になってくるのかなと思います。はい。まあちょっとこの辺は飛ばして。結構セットプレイからね、ごちゃごちゃ守備が多かったんで、まあ、その辺はね、ちょっとどの監督でも同じになっちゃうので、飛ばしたいと思います。もう要所要所、いい攻撃もあとは見せたいので、これがお手本の攻撃だよっていうのがあったので、ぜひ見ていただければなと。メッシはオムフに下げております、今現在ね。で、ルカク出場させてますけども。はい。うん、これ惜しい。今のもなんですけど、まあ、これカウンターなんですけど、もうこれ1000倍相手出てるんで、もうガンガン裏狙っちゃってもらって、もうここガバガバなんで、間がいっぱいあるでしょ。間、間、間。この間をどんどん狙っていく。もうここも間ある。はい。なんでここを狙ったんですけど、まあ、これはちょっと相手がね、ナイスカバーでしたね。しっかり裏はやらせないぞっていう守備で。ナイスカバーで、守備やられました。で、この辺の守備も、マルキニュスしか守りたい。この辺はマルキニュスね、真ん中のね、裏ケアもできてたので、いい守備だったかなと思います。まあ、何もかもね、闇雲にサイドバックじゃなくてね、いいと思います。で、はい、これ、ちょ、今通んなかったんですけど、これ見てほしいんですよ。この動き出しを見てっていう動き出しをしてくれました。これ、ルカク入った時の、メニゲ見てください。もうね、この横しか見れないんですよ、基本。僕も、これ一個遅れたって思ったんですよ、見るの。ここに出したいんですよ。このルカクから、ここに斜めのスルーパス。出すともう1点です、これ。これがマジで強いですよ、この S の形。で、僕も、うわ、慌てて、うわ、めっちゃいい抜け出ししてるやん、みたいな。でもこれ抜け出した後に出すんじゃ遅いんで、抜け出しそうだなっていうのをもう、自分の頭の中でここまで抜けるっていうのをイメージしておいて、三角のパスを相手よりも先に出す。これ、もう1テンポ早くパス出せてたら、これも1点でした。これね、うわ、やっちまったと思ったシーンだったんですね。はい。あ、これいいシーンだったかな。まあ、これは逆サイの CF から逆サイの CF にいいパス飛ばして、でも相手これラインが上がってたんで、シンプルぐらいに出してきますからね。はい。これで2点目と。いうところですかね。あとは、そうだな、守備でいいシーンはね、まあ、守備は基本的にもう最初に言ったところ、サイドバックを絞らせるよっていうところだけをまずね、考えてやっていますので、まあ、とりあえずいいかなってところと、あとはいい形のね、斜めのパスっていうのがね、通るところを皆さんに見せたいんですけどね。まあ、これもそうですね、相手ここサイドバックかな、わかんないけど、いないんですけど、こうルンメリゲこう、縦にこう走るんじゃなくて、ちょっと斜めに入ってくるんですよね、こうやってね。まあ、今の止まっちゃいましたけど、謎に。斜めに入ってくる動き出しが本当に本当にもう今日の鍵、今日のこの動画の肝です。眉毛家さんから教えてもらった一番の強さ、はい、強さというか驚きでした。僕こんな斜めのいい動きするんだっていうのは驚きでした。これいい形だったね。はい、これ得点シーンですね。パッと作って、まあ、ここ ST のレバンドフスキがね、いい抜け出しするんですよ、ここに。
ここ1個マイナスのパス出したことによって相手のこの CB の重心が1個前に行きます。でもレバンドスキー飛び出します。間に合いません。完璧でしたね。これが完璧。はい、いいシーンだったかなと思います。セットプレー良かったね。結構カウンターもねできてるので、ね、結構そうこの監督でカウンターもできるんで結構いいんですよね。これは惜しい。さあ守備のところですね。これ結構 CB ガンガン今出しちゃったんで今のところ、これかなり反省ですね。これまあ守れましたけど最終的には。これひどい。この守備はひどいんで皆さんやめてくださいね。もうこれ CB にセカンドカーソルがこれあるじゃないですか、頭の上のところね。あるのに四角プレスガン押ししちゃってるんでこれ絶対ダメです。これはもう最悪ルカク諦めて、まあ、またねサイドバック絞らせて、サイドバックにカーソルあって絞らせて、ここの縦を切るとかねしていかないといけない。もしくはベテ足で出すんだったらサイドバックでそのカバーをしておかなきゃいけないですね、スペースを。ひどい、ひどいし。はい、26分。これ危ない。こういうビルドアップミスで皆さんね、絶対やめましょう。気をつけてください。はい、ひどいね。この後のキーパーを打ってる。マルキーニョスワンパ欲しいな。突き取り頑張ってつけてます。さあこの辺もいい動き出しするんですけど、はい、これも完璧。とにかくねこの外に開いた選手がしっかりこう中にね抜け出してくれるんですよね。こう外に抜け出すには中にこのレバンドスキーもね抜け出してくれてる。この逆サイドもしっかり抜け出してるんですよね、このルンメニゲのところも。ルカクを待ってって感じですね。これはもう本当にいいシーンだったので、はい、まあ、こういう攻撃があるよと。あとはまあ斜めのところの特にあの前半のあのプジョルの前でメッシ受けさせてよねってあのシーンなんですけど、あれね本当どんどん狙ってください。まあ、この動画内だとあのシーンで得点っていうのはなかったですけども、あれが本当に入りますんで、皆さん特にルンメニゲ、ルンメニゲの前にあのね三角のパスを相手と相手の敵の前ギリギリのところに三角のパス出して抜け出させるみたいなね、ファーストタッチでグイーンって抜け出させる、まあ、そんなイメージを持って試合に行っていただけると皆さんいいんじゃないでしょうか。はい、これ見てください。これね最後いいシーンなんですよ。え、今これね ST にしてます。ルカクから、CF のルンメニゲ、もうこの時点で見てください。レバンドスキが中にね抜け出してきてくれてます。でここに三角です。でこれでも抜け出してもうはいダッシュで、もうこれこれがいいシーンです。最後にありましたね。いい得点シーン見せれたところでお別れとなります。皆さんね、まゆがさんのチャンネル登録、そして僕のチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。今回この動画だと、OK を出してくれたまゆかさん、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。次回もね、こういったね、解説動画、皆さんのためになるような動画、頑張って作りたいと思います。それではまた、バイバイ。